どうもナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は理想的なスキルが完成しましたので最強モンスターと合わせていきたいと思います。出来上がるかな。つけようと思うスキルなんですけども3つあります。まず1つ目が攻撃力アップ4ですね。攻撃力アップ4で、200ぐらい攻撃力が上がるんですよ。とりあえずそれをつけて、でさらに MP アップ4ですね。技を使うのに MP って絶対必要じゃないですか。なので MP アップ4で400ぐらい MP が増えます。これね。でプラスで、剣豪スペシャル、この3つが理想的かなと思うんですけどもどうでしょうか。で付け方ですけども、まず攻撃力と MP こっちを合わせて、で、剣豪とつけるモンスター、キラーマジンガにつけようと思うのでキラーマジンガに剣豪と合わせて、でレベルを25まで上げて、で合体してみようと思います。そうすると、理想的なスキル3つがついてそこそこポイントを持った状態になるんではないかなと思うんですよね。まあとりあえずやってみましょう。まずは剣豪だね。剣豪がここら辺にあった、これだ。キラーマジンガでこいつのスキルは別にいらないからね。で剣豪だけを200にしまして、オッケー、これでオッケーですね。はい、でとりあえず理想的なスキルを一つ持ったキラーマジンガが完成しました。で次、攻撃力と MP を合わせ持ったやつですね。それを作りましょう。MPと、あ、ちょっと待って、MP、こっちでいいか。MP と、攻撃力アップ、これだな。なんでもいいや。で、MP をマックスにして、攻撃力もマックス。OK。でこれを2つを、引き継いで合成。はい、でこれで、理想的なスキル2つを持ったモンスターが完成しました。でこの2体ボーンナイトとキラマジンガをレベル25にして合わせてみましょう。そうするとどうなる。それではレベル25まで上げてきました。配合していきましょう。どうなるかね、どうなるだろうね。キラーマジンガだね。これプラス、MP と攻撃力アップ。はい。で、割り振りはしてます。若干こっちが足りなかったんだよね。どれぐらいまでなるか、剣豪と MP アップ、攻撃力アップ。もう理想的でしょう。いきます。最初からどれぐらいまで、取れるかだよね。どれぐらいポイントを取れるか。2つぐらい取れればいいんですけどね。どうでしょうか。2つは無理か。まあ、MP は後回しにしていいので、攻撃力、まあ、とにかくこれでこんな感じかな。そうね。ちょっとレベルを25まで上げてみようか。25まで上げると、あと100ポイント入るので、ある程度いけるぞ。上げてみます。それではレベル25上がりました。あんまりだな。まあ、とりあえず MP 以外を上げましょう。攻撃力すごいね。で、MP が、まあ、もうちょっ
ットでプラス60までいけるか。まあまあもう、もう少しもう少し。で、能力的には、あ、いや、でもすごいぞ。MP が、今の時点で248。もう少しレベルを上げれば、300全然超えるね。300超えれば、技結構使えるんで、いいでしょう。で、攻撃力、436。強っ。436。これ、強えな。ちょっと待って、ちょっと使ってみましょう。まあ、周りとレベル差があるので、素早さはね、ちょっと遅めなんだけども、大丈夫でしょう。いや、これ、おそらくめちゃくちゃ強い。でもね、キラーマジンガっていうのがちょっと、どうかなと思うんですよね。やっぱりキラーマシン2の、あれだよね、2回攻撃っていうのが欲しいんだよな。OK。どれぐらいいくだろう。ちょっと防御させていきましょう。あ、ちょっと待って、弱点だった。ああ、めっちゃダメ。あ、こっちでいいや。軽減ぐらいでいきましょう。どんぐらい与えれるの？ MP が多分、一発60ぐらい使うでしょ。うわうわ、もっと使うか。80か。弱あんまり強くね。あんまり強く。いや、まあまあ、軽減されたっていうのもあると思うよ。うん、うん。それもあると思うけど。いや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 。そんなに強くなく、まあ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 。他のやついこう。普通か。ここら辺ならもっとダメージ与えれるんじゃない？ちょっと、あまりにもちょっと弱すぎてびっくりしたんだけど、いやいや、攻撃力が450超えてるやつで、そのダメージはないわ。いや、あの技が弱かっただけだ。次は与えれるはず。頼むよ。煉獄火炎とかで400いくんだからね。あー、うん、まあまあいいんじゃないっすか。あー、はい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 。あ、なるほどね。レベルが高いほどダメージが上がる技だ。こっちもこっちも。あー、レベルが低かったからダメージが出なかったっていうわけね。なるほど、わかりました。はい、ということで今日はですね、キラーマジンガーに理想的なスキルをつけてみました。剣豪スペシャル、MP アップ4、攻撃アップ4、これ間違いないと思うんだけどな。まあ、これつけてみたら、まあまあ強くなりましたよ。このレベルにしてはとんでもない強さだと思います。これ50ぐらいにするとやばいことになると思いますね。はい、まあ育成頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。